はい、ということで今回のエピソードのスポンサーは SKYUCBD のブランドですで s k、まあ、ュ u さんに関してはねいろいろなフレーバーがあって甘いやつだったりとか甘くないやつだったりとか、まあ、結構ねいろんな種類があるんですけどその中でも個人的にはグリーンアップルこれがね今のところお気に入りです「For Inspiration Moment」というブランドコンセプトでやっていて CBD っていうのはねすごくねリラックスに効果があるんですよ。ということで、まあ、自分はねリラックスしたい時もそうですけどクリエイティブな仕事をしたい時とかにねこの CBD をさせてもらってます。渋谷ですこちらペンなんですけど使い方はむちゃくちゃ簡単。 充電して吸うだけボタンとかも押し必要ないですこのカートリッジね結構ね濃度高くて85%なんで、まあ、結構ちょっとしただけでもね体感があるからまあ人によっては2週間から1か月ぐらいは持つと思います。ということで皆さん今回スキビーデ b d ベープなんですけど下の概要欄のリンクからクリックしてもらってクーポンコード「ダッシュポットを入れていただくとなんと初回購入40%オフということで。 ほぼ半額です、半額クーポンコードのねあの使用期間がね結構ね短いと思いますので、まあ、この期限が切れる前にねぜひぜひ下のリンクからクーポンコードラッシュポットを使って今すぐお得に CBD をゲットしてほしいと思いますそれでは本編に戻っていきましょうレッツゴーアルバムって呼び方だと実は8年ぶりに <laughs> なるんだでワンシートってのは12畳あって、うん、ありえないんで記憶もないし足とかもぐにゃぐにゃになるし マジでやばい薬でラチアがないから通訳つけてくんですって、はい、お前は次のシンガポールエアラインの日本行きのやつあるから買え20時間後にあるからそれまで待って俺は泣いてるデンゼル・カリーとゲームで対決してくれませんかつって俺が勝ったらあの君のバース俺の次のアルバムにくれよはいということで 今回のゴールデンラッシュポッドキャストのゲストはジメイウサギさんです。お願いしますイェーイイェーイドードゥー,ーありがとうございますイェーざ <laughs> いやでもマジで嬉しかったっすよ。<laughs> ゴールデンラッシュポッドキャストに、はい、上陸しました。ありがとうございますおざすポー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 ポ,<ー> <laughs> ポ,ポ,ポマジででもあの E メールいただいたときはおおみたいな。普通にそうっすね直接メールしたっす。なんか <laughs> YouTube で、はい。 うわこういうインタビュー受けてるなみたいなマジですかいやだってその最初ショーツとかで出てきて、はい、なんか、はい、すげえあこういうインタビューあったらいいよなみたいなそういうまさにそういうのだなと思ったんですよだからとりあえずなんか見てあボンベロ君とかタ田君とかもいるしみたいないいなみたいなまあ玉砕覚悟でメールしてみ だって俺しかいないから<ー>そマネージャーとかエージェントがいないから自分で連絡するっきゃないし、はい、ってのもあるんですけど<ー>だから、まあ、とりあえずそのなんだろう玉砕覚悟で連絡したらすごいあの、はい、なんだろう バイブス高く返してもらえて <laughs> でまあ今日上陸したマジでありがとうございますマジで嬉しいだから普通にここリアルな話俺いろんな人インタビューさせてもらって多分50何ぼとか撮ってるんですけど、うん、マジで半分ぐらいの特に若い世代が多いっていうのがあるかもしれないんですけどやっぱどんなアーティスト聞いてたんですかって言ったら絶対ジム・ウンスギさんの名前出てくるんですもんジム・ウンスギ君聞いてたとか、うん、これみたいなことを言ってもらって思うのは3つあってまず「ありがとう」はい、はいはいえー でで褒めないでちゃんと俺に直接褒めてほしい <laughs> <laughs> っていうのと3つ目は、はい、あの本当に君たちの貴重な青春時代、はい、多感な青春時代を俺みたいな キモいオタクの作った陰語文章で汚してしまって申し訳ないなっていうのも実はちょっとあって <laughs> <うな> <laughs> いやあるあるよあるあるもう恥ずかしいみたいな「<laughs> 本当に?」みたいなそれあれとかあんな曲とかこんな曲が好きあ好きなんだみたいな。<laughs> <laughs> ごめんねみた,みたいな。ごめんね、みたいな。マイバー。でも結構多いじゃないですか。なんか多分、インターネットとかでやっぱさ、音楽っていうのが。うん、とかねそう、インターネットとかで、々やっぱ、<laughs> なんていうんですか。インターネットとかで多分活躍されたっていうのはあるじゃないですか。そうですね。多分ネット時代が作ったみたいなのあると思うんですけど、うん、なんかその前はなんかそれが可能じゃないと思ってる人たちが多かったみたいな。ああ<ー>。多分 いろんな人の道を作ったのかなみたいな俺は勝手に思ってたんですけど、うん、なんかだってあ,のあるじゃないですかこう、うん、ラッパーのこうマッチョイズムじゃないけど自撮りしたらダサいとか <laughs> その <laughs> なんだろううーん理想像がやっぱあってインターネットで宣伝するなんてダセーぜとうーんあの俺たちは現場でかっけえ音鳴らしてるぜだから。はい 見に来いよそれが正解だこれをこのカルチャーを感じる唯一の正解はそれだみたいな価値観があったんですよ。俺じゃなくてね古い時代はあってうん、うん、だからやっぱりネットラッパーなんてみたいなオタ,クのオタクたちの遊びでしょみたいな。っていうのは確実にあって12年ぐらい前とかは全然その俺が二十歳とか21歳ぐらいでちょっと。 あの渋谷の小箱とかでライブさせてもらい始めたぐらいの時はもうみんなそういう価値観でだから俺みたいなネットラッパーがステージに上がると聞かないし聞かないしっていうかなんだろうねもう100%最初100%なめてるからあちゃんとライブできるんだねみたいな感じで来られるとかそうないうそういう感じで。んんネットラッパー ってなんか一口に言うけど、はい、その昔はなんかニコニコ動画とか,か YouTube とかあとは個人が作った掲示板とかウェブサイトとかそれぞれ積み分けあってだからそうそうニコ動だったらニコ動で流行ってるなんかそのマッド音のミームとかでラップするやつとかが有名になるし。あのー 昔は2チャンネルにもあのヒップホップの曲を作ろうっていう板があって、うん、掲示板掲示板とかスレッドがあってそこだけで活動してる人そこにプライドを持ってるクルーってのも一応ちゃんといたんだあそうなんだそうそれは知らなかったそうなんだよ <laughs> そういう世界なんだ実は、えー、だからただのオタクのラップってよりもそのオタクにもい,いろんな種類いて、はい、意外となんか世界 ある文化だったんですよ今は,は知らないけどそういうとこから出てきて俺はなんか、うん、あのちゃんとこうなんだろうな、ね、現場出てライブしていわゆるかっこいいラップ2のラッパーになりたかったからうん、うん、ネットだけじゃよくないよなと思ったのがうん、うん、そうそうそう12年前とかで空気はもう今と全然違うそっか違うマジ全然違うえ最初はどういう感じだったマジで一番最初の音源とかどういうふうなチャンネル出したっていうか い一番最初にレックしたのは高校1年生の時バンドやっててそうなんだメタルのラップメタルのバンドやっててなんかリンキンパークとかリンビスキッみたいなをやりたくてまあ時代的にも流行ってたしで,あのでもバンドってこうなんだろうベース、ギター、ドラムでなんかパートが増えれば増えるほど集まるの難しいしそうだよね確かにみんなでお金出して MTR って。 はい、マルチトラックレコーダー、ね。ああはい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 聞いたことあるですね。あのそう買、はい、って古いあのズームって会社が出してた八トラックの、はい、あの CD ドライブとかパッドがついてる MTR。はい、MTR <TR> 見たことない, <laughs> ないです。はいなんかまあ要するにそのつまみがついてて、はい、そのつまみ一つ一つに音が入りますよってもう。 この機械に電気が通ってこの機械だけで曲が作れますよっていう<ー>まあ今だったらそのパソコンのソフトでやる機能が独立してるこれ。でだそれこそ。ニコラップの はい、ニコニコ動画のラップの,そのニコラップタグがあってニコラップタグさらにトラック提供タグがあってビートメーカーたちがビート作ってどうやってラッパーたちに渡すかっていうと「トラック提供」っていうタグをつけて使っていいですよみたいな「b p m は何です」みたいな,でなんかアップローダーの URL つけてっていうスタイルだったんですよねすげえなそれで探してあのデータ落として MTR に入れてはい で自分でラップしたんだと思うけどそれが17歳16歳とかすげえなめっちゃ懐かしいな、まあ、やってて <laughs> そうやってやったでそれを音源を自分でミックスして、はい、あのニコニコ動画に上げて、はい、それが2008年の夏とか2008年だ、うん、すげえ前確かに十何年前超前す、ね、五年とか前、うん 試験そっから始めたんだわあもうあれから始まったと思うとなげ長いっすね長いっすいやでも、うん、多分すごいあの長距離っていうかなんていうんですかねやっぱ意外と多<分>だってそこから考えても、うん、えと15年ぐらい15年とかですよねはあ <laughs> 考え深い考え深い 浸ってるっいやもうねだってさっき話したように中学生の時に「ジめさきさん聞いてました」とか「<はい S 1> ありがとう」だけどなんかちょっとそんなエモくなっちゃうわ本当にエモくなっちゃうわ <laughs> そうですよねえでも自分でミックスとかも,もう自分で学,ばと学んで全部自分でできるようにもう最初からやりたかったんですかそれはなんかやりたかったんじゃなくて <うん S 2> そのこれもまたネットラップの話なんだけどうんうん当時そのニコラップやりたいけどうん うん、パソコンのソフトでどうやって録音するのか分かんないっていう人のために、はい、ちゃんとそのやり方を教えてくれる先人のオタクたちがいて、うん、フリーのソフトは、はい、これを使えみたいな EQ っていうのはこういうことでコンプレッサーっていうのはこういうことだみたいなで僕<ー>素人はこの設定だけ覚えとけみたいなああなるほどですね。はい、がいいぞっていうのの,の通りにやったのが、はい、多分一番最初のミックスでうん、うん、この。 最近出した最新アルバムのドン「どんじんれん」はちゃんとエンジニアにお願いしてるんですけどその前の「バブルダウン」って EP までは自分でやってたからそうだなもうそこでそのネットラップの世界で独学で覚えたのを無理やり大人になってもずっとやってた10年ぐらい10年以上すげえなみたいなだただの野良のオタクすそうそう。感覚としてはマジで。 いやでも前もそういうなんか今時代ですよねなんかまあ2016年ぐらいからそれこそサンクラとかサンクララップとかアメリカでも結構そのまあ多分何ですかジュースワールドとかがすごい出てきた時代だと思うんですけどその辺とかやっぱそういう人たちが多かったというか,なんかそれがなんかそうですねちょっとメイン人になったけど多分俺の中で印象が強いのはやっぱ「レイダークラン」で「スペースゴーストパープ」であのー スペース・ゴースト・パープ知知ってるらないスススペースゴーーゴトパープは、はい、あの何、ー、ていうのかなうん俺の中ではやっぱ今の、A「エイスアップラッキーは、はい、結構もうデビューした時とは全然違うサウンドをやっててうん、うん、デビューしたばっかりの時はそのスペース・ゴースト・パープとかが提唱した、はい、作り上げた「クラウドラップ」「トリルウェーブ」みたいな流れがすごく色濃くあって。はい 『そのスペース・ゴースト・パープ』っていうアーティストは自分でビートを作って自分でラップもするんだけどとにかくもうなんか聴いてたら気持ち悪くなるような不協和音のとにかく暗いテンポが遅いビートで有名になった人。だけどそのもう奇抜すぎて奇才すぎてなんかあまりにも。 なんだろうな馴染まなくて聴衆に今ではやっぱりもうみんな知らないし知らないし何かなんだろうだけど現代のヒップホップの,あのサウンドにすごく貢献した若者の一人で、まあ、実は同い年なんだけど、えー、だから遡れば当時彼も二十何歳とか<こ>212とかすげえなで意外とやっぱみんな今でも聴いてんだなって思うのはこの間ウィズ・カリーファの「はい、の Day to Day」うん で、あの普通にウィズカリファがスペースゴーストパープの曲聞いてたから、あ、やっぱり脈脈と流すやつもいるし。聴いて、乗るやつもいるんだな。スペースゴーストパープみんな聞いた方がいいっす。ええ、これはちょっと、めちゃくちゃ、あの、俺も分かんないから。これちょっと聞いた方がいいっすね。スペースゴーストパープあと、レーダークラン。レーダークラン。はい。そのレーダークランっていうのは、スペースゴーストパープが作ったクランとか、クルーで。ヤンシミーとか、あのデンザウカリーとかも、もともとはレーダークラン。あ、そうなんだ。 ええじゃあフロリダとかそっちの方のあれかそうフロリダの、あのー、マイアミだと思うマイアミのええ、うんまあそこの作ってる曲曲っていうかサウンドみたいな結構今のヒップホップにめっちゃ影響を与えてる感じするですよね確かにまあその後やっぱり「そのスワサ d e b o とかが一つ大きななんだろうな彼ら一つ完成させたと思ってて、はい、なんかそのうん、うん、トラップトラップミュージックのも,、うん、もう なんだろう究極のトラップミュージックの完成体 <laughs> どこまでいっても何年経ってもやっぱりこれが一番かっこいいっていう正解をあいつらは見つけてて<おー> <laughs> マジで「s o u イ c i d e b o y s もすごいと思うやっぱ俺の中でのその二大巨頭って言ってやっぱスペースゴースポップ「r a i d e r c l a n の人たち<ー>そしてラサイボーイズ「SOURCIDEBOYS <ー>」かな<ー> <laughs> 音楽すごい好きなんですねやっぱね なんだろう好きっすよオタクだし普通に進行形でうんななるほどすねんかインターネットラップの人なんでやっぱりインターネットの世界で音楽を追ってたしだからそのサウンドクラウドにもお気に入りに今よなんつうの「いいね」自分が「いいね」した曲とか遡るともうデンゼル・カリーのもう死ぬほど昔のなんかデビュー <laughs> してから2番目の曲みたいな、えー、残ってたりして今彼めちゃくちゃ有名でめちゃくちゃワールドワイドで、はい、まあそれこそ日本にも来たりとかしてるけどなんかサウンドは実は進化してて昔からああだったわけじゃなくてもっとちょっといなたい時期もあった,、うん、あったんだへ<う>えっあれですよねニート東京でインタビューああそうだそうですよね そう来日してなんかシーダさんから2日前ぐらいに LINE 来て「デンゼル・カリーとゲームで対決してくれませんか?」っつって「いいですよ」すごいよなどういうことみたいな感じですけどどういうことって思ったけどどういうことよりも先に「いいですよ」って「どうでもいい」予定なんかもう開けますからみたいなどうにでもなるから「いいですよ」ってで2日前だってしかも。 そう2日前、なんか、えっとね、鉄拳かジャンプフォース、うん、ジャンプフォースが分かんないな、俺もジャンプフォースが知らなくて、おそらくまあ、多分少年ジャンプに出てくる、そのキャラクターでスマブラのように戦うゲームなのではと思って、あそれか、見たことある気がするわ、なるほどっすね、でも、それより自分の土俵である鉄拳に引きずり込みたいと思って、もう正直に、いや、分かんないです、鉄拳しか分かんないです、鉄拳しかやりたくないです。 あのー、もう当時すで<っ>にその時新しいのリリースされてたっけなでも、うん、自分がやり慣れたちょっと1個前のナンバーの「鉄拳7」で勝ち <laughs> にいってるっすね完全にセブンを手配してもらえるお願いできますかみたいな <laughs> そう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  <laughs> もう最悪シーコミーもうヤオチョ <laughs> ひどいよねこの男は。 <laughs> 本当にそれはどうしても勝ちた,勝ちたいっていうよりもなんかその最新タイトルすぎるとお互いにやったことないからそうういことかこっちも力の加減ができないっていうのがあってそのめっちゃリアルな話すると接待しなきゃいけないんだったらやり慣れたゲームじゃなきゃいけないんですよ確かかにそうういこと加減がわかるから。ははははいいいい そうでまあ鉄拳になって、うん、で当日、ニート東京の,その収録やってるところにまあデンゼル氏来てでなんかもうワッサーみたいな軽く挨拶した後にそに今日、ゲームで対決するんだけどあのまあ夏ぐらいだったかなだったからもうそのちょデンゼル、俺アルバム作ってんだけどあのもし俺が今日のゲーム対決で勝ったら俺が勝ったらあの君のバース俺の次のアルバムにくれよって <laughs>。 言ったの言言った <laughs> 言ったたよ <laughs> すげえな <laughs> はいはい言った、はい、<laughs> そしたら <laughs> すげえ嫌な顔されて <laughs> もうごめんねいや分かるんだその俺も分かって言ったのもうだってさ 忙しいわけじゃん外国来てインタビューして次はどこか挨拶行ってで次は,その次はあの何のラッパーとスタジオ入ってとかその海外に来てるラッパーの忙しい一日の中で初対面のやつがいきなり「お前と曲作りてえな」みたいなゲームで勝ったのバースクレイみたいなそんなレベルのアーティストじゃないの分かってくけどでも俺は。 わかる、その体当たりしたんだ。<laughs> はそういうことですよね。ね。十曜、玉砕したわけ。玉砕覚悟で言って、普通に玉砕したわけ。<laughs> そう。 そのでもアイザック君は玉砕覚悟で言ったらもうぜひやりましょうみたいなだからありがとう <laughs> いや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 玉砕覚悟でやるの重要それは重要ですよねゴールデンラッシュポッドキャストこれからもよろしくお願いします<笑><笑>お願いします,お願い,しますいやあ熱いそっかえー、え結構そのそれ以外に裏話ておもろいよで買ったんですか <laughs> 全然かりんしの何だろうなんか彼なんかせ、はい、おそらく彼ウィード吸わないのかなあそうなんだでもなんかその時はスタジオでなんかあのジョイントみたいなの着火してて、はい でもなんか何の匂いだろうと思ったらよくよく見たら CBD ジョイントで,でこれ CBD ジョイントなんだよねとか言って吸っててでなんか途中まで吸った時にあの灰皿に置いてなんかカメラチェックですみたいな「はーい」って言っちゃってでまあゲームで対決して収録終わって「じゃあお疲れじゃあどこを次向かうんだはいバイバイ」っつってでまあ俺だけになった時に吸い刺し見て。 この刺しを吸ったら俺もアメリカでラップで売れるんじゃないかと思って着火して CBD ジョイントをめっちゃくちゃなんか畑の匂いするな畑吸ってるみたいな味がしたな実は今回<か>あれですよ<お> CBD のスポンサー素晴らしいはいついてましてイエ、yeah. ちょっとスキューっていうブランドなんですけどスキューですーこちらがこちらスキューなんですけど実はあの楽天とかアマゾンで一番売れてるあのブランドでして超売れ筋ってことですねそうです超売れ筋なんですけどちょっとこの中で何か一応何個かこれそうなんですけどこれが、えっと、バッテリーでそうバッテリーのこのペンの部分ででこれがねあれですリ,リキッドなんですけど、はい、何個かフレーバーあってちょっとこの2つ そうあのー、俺がピックしたのは、ね、どれがいいですかえっとブルードリームブルードリームっつうのとスケローズスケローズ味だけどなんか多分スケローズの商標登録があれかなあだからそうやってんのかズケローズな、ね、ズケローズだってこの2つおいでまあこれがバッテリーでございますね バッテリーで結構ね使いやすいですなんか多分こういうペンとかって大体ボタン押さなきゃいけないんですけどあこれ吸うだけの吸うだけのやつです分かりやすいっていうここねちゃんと梱包もされてて,、うん、てそれあれねプッ,プッシュするんですよねこれえ <laughs> これこれおおプッシュプッシュ式はいはいちょっと2個試してもらって <laughs> あのー、まあそのリアルにあの忖度とかもなしでいいんで実際どう思うかっていう話を <laughs> ちょっと聞きたいなとこれはどうかなっていう CBD を吸ったことあるってことだったんで <laughs> はいえー、っとじゃあこれね、はい、スキューさんの CBD、はい、ズゲローズス<ジ>ズゲズ,ズゲローズフレーバー吸ってみますレッツゴー結構いくですね これ濃度結構高いんで慣れてない方はゆっくり吸った方がいいかもしれないです結構ね濃度高いんで結構ねガっていっちゃうと咳込んじゃう可能性あるでも割とどうっすかスケローズの味するっすかスケローズ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 がも,もともとどんな味だったのか分かんないけど <laughs> 結構甘い感じえ あんまりでも甘くはないな甘くはない甘くはない甘くはないですね俺も好きとると甘いイメージじゃなかったあんまりこれは何だろう違なのかなあの CBD っぽいおおでこれがもう一個ブルードリームですねブルードリームもありがとうございますうん 香りは香りどうですか<り>普通に CBD って感じいやあのね <coughs> 今鼻詰まってるんですよ俺 <laughs> そうっ万年鼻詰まってる万年鼻詰まってるんだ鼻炎、うん、みたいなクソ鼻炎マジでもう今あの収録これ11月の半ばぐらいなんですけど最悪マジで。 さっきよりなんか無味無臭あでもこっちのうん鼻詰まってるから味匂いがあんま分かんないのかでも一つ言えるのは,は <い S 1> なんかドンキとかで売ってるザコみたいな CBD より濃いああちゃんと濃度はむちゃくちゃ高い九十。 ぐらいなんでこれなかなか90%の濃度もないからないですよねなんか安いしびりって薄める物質で40%ぐらい持ってかれてたりするから90%っていうのはなかなかいい数字だと思うそうですね純度高いですよねうんそうえでもね、うん、鼻詰まってんのマジやばいかもしれないけど全然ね <laughs> 味がかん違いわかんないです、ね、味,味ある、はい、味あるし <laughs> 香りなんかどっちかっていうと香りかなうん香りっすね鼻触ってたらダメだ致命的だわでもな分かったかもしれないこの今口の中に広がってるこの味がブルードリームだとすると俺ちなみにレモン吸ってるんですけどレモンあシトラスだこれシトラス吸ってるけどやっぱなかか柑橘系の味吸ってかシトラスのね匂いとかね全くしないのよ もう全然分かんないあマジっすか漂ってこないもんね<か>俺の話死んでるかもしんないかみ締めてる <laughs> <laughs> マジわか,かんないけど <laughs> いや全然 <coughs> ただ言えるのはちゃんと味が濃い,<は>い濃いですよね味が濃いからなんだろうなう <はい S 1> 薄めてる物質入ってると、はい なんか薄めてる物質吸ってるなーっていう体になんか何の作用もないはいはいはいなんか毒でも薬でもないけど毒よりの成分吸ってるなーみたいな感覚はこれはないなおピュアな感じするっすか、うん、ちゃんと CBD をなんかベポライザーで吸ってるみたいな感覚はするっすでも吸ってる感じすごいするっすよねやっぱ濃度なのかな吸ってる感じとかなんかこう、はい、まあ今みたいに俺繰り返し吸ってやっぱちょっとうーんとかなるけどちゃんと喉にうんなんだろうな トカンみたいなのががあるる気すそれなんか俺も思った普通に、うん、結構なんか c b d なんか4 inspiration moment っていうなんかブランドのコンセプト4 inspiration も inspiration <え> m o m e n t For inspiration inspiration moment yes sir <iration> <iration> I think it's yeah inspiration moment なんですけど結構そのなんかクリエイティブなこととかなんかそういう時におすすめしてるみたいな リラックスというかそういううん、ね、とかまあちょっとそのクリエイティブなこのねクリエイティビティを出すみたいななん、うん、そかそういう結構だから多分曲とか作る時とかそんなにそういうのはあんま CBD とかああ曲作る時はでも注意してるのはこの CBD とかよりもそのちょっとゲームしたいなみたいな欲求と戦うあ <laughs> そっちと戦ってるんだ集中力を乱すものと戦ってる まあそうだねでもこれがあったらそゲームしたいとか思わねえかもしれない <laughs> うん。なんだろう今もうどっちのどっちもなんか45回ぐらいもうパカパカ吸って何、はい、だろう若干落ち着いたみたいな感覚はあるかもまあいいかもしれない、まあ、ただ俺普段からタバコも吸うし、はい、まあこの今音で聞いてるこの声って もうこの潰れてる喉だからこれだけど、うんはい、普通の人いきなり45パフいったらちょっとうう,う,うたなとなるともうか,らかもしんないから一応注意してくださいそうですね,ですねちょっと注意してこっちきついんで一気にガッていくのがあるちょっとゆっくり俺は二、あ、十、のー、歳ぐらいの時にあのウイスキーでうがいをして1回喉を潰してるんで<笑><笑>ウイスキーでうがいしたんですかウイスキーであのガラガラうがいをんだっけ<ん> <laughs> サザンの桑田さんがそうなさったと。 いうのをなんか風の噂で聞き、はい、当時の俺はなんかちょっとラッパーだったらこう特徴的な渋い声の方がいいんじゃないかと思ってやった <laughs> やったけど普通にやめた方がいいと思うん、うん、そうそうなんか演歌歌手の人とかもちゃんと駆け出しの頃は毎日海に行って海岸線に向かって歌うみたいな、はいはい、へえそうすると潮風でもうほんとものの10分歌っただけで喉がガサガサになるんですよ えー、本当にに当になんにか友達と海行ってちょっとふざけてわーいとか言って歌ってはい、はい、もう本当そんな12分歌っただけでもうカサカサになるっすえー、そうなんだ本当に海潮風やばいっすよだからこれからなんか渋い声欲しい君は海行きなさいええー、確かに<う>いるっすよね結構歌詞とかで声かけ声たいからなんかちょっといろいろ工夫したりとかスイスとかもね でもねなんか思うんだけどそんな極端に変えるとポリープとかできる可能性があるからまあほどほどにやった方がいいなとは思う,う。 <laughs> 確かになう <ん S 1> そうですね <うん S 1> はいはいなるほどまあちょっとあの楽曲制作の方に入っていきたいなと思うんですがなんか俺結構いろんなその昔のとかでもさかのぼって聞いてみたりしたら結構毎回アルバムごとに音が変わってるというか結構いろんなジャンル作ってるじゃないですかそうですねこういうのはやっぱその時にインスピレーションを受けて物ものとかを作ってるって感じなんですかはいはいインンイスピレーションとかか流行りもあるんんんすけどなんかななだろうな 俺好きなアーティストでビースティーボーイズとかいましてなんか彼らデビューした時はなんかこうパンクロックとヒップホップみたいなそうですよねで2作目では結構 DJ の力がこうメインのなんかこうなんつうのかジャグリングだったりスクラッチだったりビートがこう変わっていったりっていうアルバムででサードでジャズとかまたパンクに戻ってきたり。 4枚目ではキューティップとか読んで割とオーセンティックなヒップホップ作ったり、はい、で5曲目でまたジャズやったりとかおもろっずっとビースティーボーイズ好きなんでなんかアルバムごとに違いがあってその気分によって絶対にビースティーボーイズ好きだから聞くけどでもその気分その日の気分で今日はじゃあこのアルバム明日は違うアルバムみたいな。っていうのに慣れてたから。 エミネムとかもだってファーストはスリム・シェイディーにスポットが当たっててセカンドではマーシャル・マザーズっていう彼の,その本来の人格でサードでエミネム・ショウでショウの次で次のアルバムはアンコールでアンコールの後に出されたアルバムタイトルアルバムっていうかベストアルバムが出たんだけどそれがカーーテンコルカーテンコールで。 すげえなんかそのアルバムごとに成長とストーリーがあるっていうスタイルやってることは違うけど一本の軸になってるっていうのに慣れてて多分自然に影響を受けてあんまり考えずにまあ違うなんだろう前とちょっと違うことやろうとは思ってたんですけどそんな深くは考えれてなくてなんか単純に。 ややりたたいようにやってたらまあ多分自分自の好みが出てたみたいなそういうことなんだ<う>んねしばらくアルバム出してなかったじゃないですか2年ぐらい出してない,出してないそうですよね<う>ん,なんか今回まあそのまあジミュージクの名前結構ずっと聞いてたっていうのもあるってまあアルバム出してっていうこの経緯でここに来てもらってでまあ,まあ最新アルバム皆さん絶対チェックした方がいいと思うんです俺はこれめっちゃ熱いなって普通に思ったんですけどまあ結構まあドン・ジンレイは あれですよねドリルとか, <うん S 1> なんかそっちに結構フォーカスジャージードリル <あー S 1> なんかそっち系のサウンドなのかなみたいな風には思っててで結構その前のヒップホップ DNA の時になんかそのすごい今ドリル勉強してるんですよみたいな <あー S 1> 話をしてて <laughs> し <た S 1> そうですよねその時いろんなドリルを聞いてたみたいな。だろうでも別に なんか有名どころもちゃんと聞いてたし、なんかローカルのやつも聞いたし、で、日本のアーティストとかももちろん。一番なんかハマったのはティオン・ウェインだったけど、ティオン・ウェインとか、ラス s s Russ Millions? Russ y とか、あと、あと、H,H。と、なんだっけ、彼、若い。ー d だし、R.D.R.D.R.D. と、 あとはリバプールのヘッジってやつがいてそいつはなんか英語の発音がかなり面白くてなてつうのかな ?Work が WagWagWagWorker が Wag みたいななって結構アイリッシュ系なのかな生み出すとかゲトルみたいなの。 んだろうなゲトル人もたらす人じゃないけど「エーナ」になって「ウェーガ」と「エーナ」っていうライムで進行していく曲聞いて何これと思って単純にだから英語ってだけでくくらないでもっとんかアクセントとか国とかでディグったら面白いと思うそういうので吸収してんか1個2個どころじゃなくていろんな。 スタイルがあるななみたいジャメイカン寄りだったり、うん、よりもっとヨーロッパっぽい音だったりでヨーロッパもやっぱり大陸とつながってるから中東とかの楽器が登場してきてい,い,い,、はい、いろいろつながって面白くてうん、うん、じゃあやってみようと自分が挑戦しようと思ったのはその大陸の中国とかの楽器弦、うんうん、楽器とか<ー>日本のもちろん古トとか古い楽器の音と。 アフロドリルのリズムが合わさったらどうなるかなって考えてできたのがまあオタクとかアイシイとかで,でこの2年ドリルだけじゃなくてビート作りももう一回勉強し直してて本当ゴミみたいなサンプラーに音を通してなんかわざと音を悪くして。お NPC2000 とかこう、はい、有名な NPC とかあるじゃないですか、うん、あれって別にその音いいってわけじゃないんですよあそうなんだなんかいいか悪いかで言うと悪くて、はい、ただその悪い音をスタジオで大きい音で引き伸ばすと、はい、すごく極端な一部分だけがあの目立って聞こえるってそこがヒップホップ的にかっこいい音だからかっこいいよく聞こえるへー ってていうのを勉強しこんな風に悪い音とかこんな風に悪い音とかこんな機械を使ってみようかなとか、はい、多分まあ聞いたこともないようなヤマハが昔出してた SU っていうサンプラーとか、はいはい、それこそ NPC2000 とか 2000XL を、はい、そう。うんあの 譲ってくれた人もいたし、はい、いろんなふうに勉強して「高2さんもありがとう DJ ネジさんも」うん、すげえいろんなビートメーカーの人に何かこうわざわざその人たちのスタジオとか行って、はい、教えてもらったりとかしてすげえだドリルってやっぱこうドゥンってこないとドゥンってこないとあれですよねよくないじゃないですか確かにだから音悪くした例えばローファイのヒップホップとかって逆にそのドゥンはないじゃないですかうん、うん、まあないかもしれない確かに 相対するものだけど、はい、でもその桜場とかで実はそれが一つになってて桜場で鳴ってるポン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 っていう、うん、あの音はそのゴミみたいなゴミみたいなって言ったら悪いけど <laughs> ヤマハの SU10 っていうすげえ古いサンプラーに通してて、はい、<ー>メインの,あのピアノのティーレレレレレ,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 レっていうのは SU200 っていうサンプラーに通してるっすね、はいはい、多分別にそんなの聞聞く人は聞いて 考えてもなないけどそんななんかどんな音作りとか気にしてないけどなんか俺が他のラッパーと何が違うって自分でビート作ってるっていうところなんでそこも妥協したくなかったっていうかなんかまああいつビート作るけどでもまあラッパーがラップするためのビート作ってるだけだからなとか思われたくなかったっていうのがあるっすねすすげーな、まあ、こそうっすよね。 別人格でビートの名前あるじゃないですか。あー、リヤン、リヤン。これはリオが、はい、そうあのリオっていう下の名前がリオなんで、はい、それが中国語読みだとリヤン、リヤンになるんですよね。はい、うん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 そうリオっていうね名前で、それを中国にしたみたいな方とか。名前下の名前リオだから、はい、あのリカのリに中央の王、はい、でリオウうん、でなんかその女の子だと思われて。 二十歳の時に実家にもう大量に振袖の広告がカタログがもう送り届けられてきてもうどっから住所を調べたのか知らないけど <laughs> だから俺は男だっつうのみたいな。<laughs> ってことはあったな確かにあれで読んでリオって人多いですも住ね。も住所録だけで判断してるからリオああ女だろみたいな。<laughs> <laughs> 多分ね <laughs> そうだったいやそっかえでもドン・ジンレンでもそうだけど中国語使ってるじゃないですか使ってるっす、ね、俺中国のハーフなのかなみたいなのを買っいや,いや,いや親は普通に日本人だし、はい、親の親も日本人で東京の人で、はい、ドン,ジンです・ドンジンレンだからドン・ジンレン東京人なんでそうだお嫁さんが、はい、あの中国の人なんで,、はいでまあ、日常会話で若干の,その中国語とかが登場するから、はい、まあそれで なんだろうどんじん連東京人、うん、なんかたまたまその時考えてたことが、はい、その外から見た時の東京、はい、外から見た時の日本ってやっぱずっと考えててだからまあ東京人ってそのまま言えることも言えるんだけど、うん、なんかでもどんじん連とか、うん、ちょっと外国語を使って。 東京ってなんか、あのー、ローマ字で書くよりも「はい、そのドンジンって書くと「G」が入って外国語感が増して <laughs> 俺的にすげえ好きだったんですよ「どんじん」ドンジンっつったら「どんじん」かはい、だから「どんじん」。 えー、なるほどですね俺結構あの「ドン・ジの中でやっぱクライン絵文字見ちゃうんです <laughs> 個人的にいやあれはね、はい、もうあ,ありがとうございますまあ供,供養する曲 <laughs> 供養する曲思い出を供養するための曲、はい、なるほどっていうのはいやなんか、えーとまあ、昔話なんですよ曲は基本的にうん、うん、でまあ12小説で、まあ、1年ずつぐらい進行してて、うん、もう本当に あの冒頭で言ってるその亡くなった友達のことについて言っててだからそれがうんとね11年ぐらい前なんで <はい S 2> まあこの10年でまあラップとか真剣にやり始めて <うん S 2> でまあ認められたいけど認められない時期と <うん S 2> である程度認められて仕事が増えて生活もできて人面うさぎっていうことを認知してもらえた後うん,うん,うん、うん ではやっぱりその悩みの中身とかも全然違ったしちょっとなんだろうな自分の中で整理したい気持ちとか思い出とかそういうのがあってまあ後悔とかそういうのが入ってるかな,なんかアルバムをアルバムたらしめるための曲アルバムって別にその曲が10個ぐらいこうパッケージングされているってだけじゃなくて。 さっき言ったみたいにやっぱストーリー性がどこかにないといけなくて自分のストーリーっていうのは何だろうフレクシンとかドラッグディールとかそういう VIP で万件を使うとかそういうことじゃなかったからあくまで自分が何だろうな語んなきゃいけないなこれだけは。 ちゃんと歌詞にして供養をしなきゃいけない思い出だなっていう,、うん、うこれ語らずには大人になれないと思ったことを全部まとめたっていう感じですえなるほどっすね気になったところとかいいっすか、うん、いいっすよ <laughs> あ俺個人的にめちゃ,くちゃ気になったところは LA の空港で入国で <いや S 1> 情けない <laughs> どういうことみたいだいやなんか、えっとはい、友達と LA に行ったんですよ2018年に2018年はい でもなんか当時トランプ大統領就任直後でまある程度外国人入国,入国しようとする外国人に対してこう目線が違う厳しいと、はい。でだしそもそもの常識もあるなんかその観光ビザでは仕事ができないからみたいなそういうところすごい基本的なところを俺は知らないバカだったから。<laughs> そのイミグレーションで、はいあのー、最初にオフィサーがインタビューあるじゃんね,ねその何で来ましたか何するの、うん、みたいなでも俺バカだからやっぱりそのインタビューに対してなんだろうな、うん、もう10時間のフライトで頭もボケてて、うん、なんかいや俺はもうなんかマイク持ちに来たんだもラップしに来たわみたいな <laughs> <laughs> 疲れたなみたいなもうちょっと早く出たいんだなラ,ラッパーなんだよねみたいな。うん たのな,んかまあなんだろうね、あワナハイファンみたいな <laughs>、バカじゃねえのみたいな、こんなやつ自分がオフィサーでも入れねえわみたいな <laughs>、当時、しかもドレッドだったし、あそうだだったんだしかもなんかデスローの T シャツ着てて、ここにドクター・ドレイがいるみたいな <laughs>、でなんかそのダック・フロデックのアルバムのトラックリストがここにあの印刷されてるやつで、そんなやつ入れないでしょ、マジで。 でも入れなくてじゃあ君は別室あの違うとこ行ってねっつってもうなんか携帯も触れない部屋にとりあえず移動させられてでなんかそのう疑わしいなんかそのサスペシャスな人たちが集められてるところまあなんかもうちょっとここより広いぐらいのところに椅子が置かれててんみんなこう,こうきちっと座らされててでなんか。 なんだろうとりあえず携帯とかもいじれない自由な行動もしちゃだめみたいなうん、うん、座ってなさいみたいなうん、うん、っていうのをあのー、まあ外国人だから、はい、基本的にその部屋の中にいるのは外国人だから。 割と圧の強い大きい声の英語で、はい、あの俺の体の3倍ぐらいがたいがある黒人の,あの女性のドレッドの金髪のこんぐらい頭のボリュームがある人がなんか「ノーセンフォーム!」な「ノーセンフォーム!」みたいな, <laughs>、no、たいなそういう感じだったんですよ。怖い怖い怖い,怖いそこで初めて状況が分かったんですよね <laughs> 俺やばいかもしれない <laughs> で自分の番になって、はい、であのなんつうんですかもうやる気なさそうな。 何しに来たんだみたいななんで止められたんだみたいな「いや俺も分かんないんだけど」みたいな「とにかくうなんか行きたいんだよね」みたいな「ライブあるからさ」みたいな「だからそん <laughs> <laughs> なことかだからさ」みたいなでオフィスはも,もちろん聞いてくるわけじゃ <laughs> その「俺があんまりその英語うまくない」っての分かってるからゆっくり聞いてくるわけ例えばね <うん S 1> <laughs> 私がそのイベントに行くでしょう <laughs> あなたはそこで何ドルもらえるんだいみたいなことを<ー>聞くわけでも、はい、そうまだ分かんないのよね、うん、まあそういう押し問答があって結局入れないわけですよ、うん、ダメだめだみたいなこいつ英語もよく分かんないし、うん、みたいなであのー、えー、っとねその時とりあえず俺が取った行動は、うん、えっと日本の領事館、はい にとりあえず電話して、もうラチアがないから通訳つけてくれってって、トランスレーターにのりこさんっておばさんが、日本領事館で働いてるのりこさんっておばさんが通訳してくれて、やっと状況が分かった、あとりあえず俺は帰れない、で、俺が帰れない、俺がそのよく分かってないバカそのバカを運んできたのは誰の責任になるかっていうと、シンガポールエアライン、俺を運んできたシンガポールエアラインの責任になるから、はい、お前は次のシンガポールエアラインの日本行きのやつあるから帰れ。 20時間後にあるからそれまで待て<ー>現金だけお前の荷物から抜いて渡すってこれでそこのベンダーマシンで何か食っていい飲んでいい買っていいただそれ以外動くなトイレシャワーあそこの部屋以上みたいなうわーきついそれ20時間ですよねベッドなし <laughs> なしきついなんか死ぬほど自分とが体が合わない、はい、マッサージチェアが2つと 2>、はい、あのー、なんか災害時とか になんかあの野戦病院みたいな,なんか傷ついた兵士が手当て受けるみたいなベッドなんかの布がビチッと張ってあるやつみたいなのが3個ぐらいこう置いてあるでもおっきい部屋に真ん中にちょっと壁があってそこの壁の反対側に女の人でこっち側に男男俺は泣いてる <laughs> もうつらいなんじゃこれ泣いてるよ俺は俺の横にいるナイジェリア人の55歳ぐらいのおじさんも泣いてるよ でも俺ら肩をさだこう抱き寄せるわけその「<laughs> <laughs> 大丈夫だあなたは大丈夫だ」みたいな何がみたいな分かんねえけどもうなんかこのナイジェリア人のおじいさん俺の親と同じぐらいの歳なのかでも捕まって返されるんだね <laughs> みたいなうわで他にはメキシコ人の18歳ぐらいのやつが、まあ、また俺は捕まったけどでもまた入ってやるよみたいなことをずっと言ってて。<laughs> そうでイタリア人のカメラマンもいてそいつは二十何歳ぐらいでまあちょっと会社のミスで何たらかんたらで入れないよもう本当にテンション下がるわとか言って落ち込んでたけど次の瞬間もう壁の向こう側にいる女たちに「はい」みたいな声かけに行ってて <laughs> ナ,ンパしにねナンパしちゃってるしもうイタリア人すげえなーと思った本当に <laughs> イタリア人ガチでナンパするっすからね結構すごいですよね本当にした,本当にしたすごいね本当にすごい。 でまあ、なんかその、消灯時間みたいなのも一応あって、ああるんだ、そう、もうなんか寝れねえんだけど、一応電気だけ消えるみたいな、しょうがない、もう思い悩んでてもしょうがないから、シンガポールエアライン待つしかないと思って、寝ようとしてると、うんうん、インド系のオフィサーが大音量でボリウッドを流し始めて、<laughs> 寝れねえ、みたいな、通 <laughs> らんねえんな、みたいなのが流れて、もう寝れないなっていう、もうだめだ、それ地獄やな、寝れない。<laughs> 結局その行きの飛行機から寝れてないからやばそっか30時間起きてるわけいやーきつかった,かったですねわあ、本当につらいですねで日本帰ってきたら雪降ってんだわわきつい <laughs> 日本帰ってきたらあのっていうかそもそも帰る飛行機もなんかその俺は悪い人と同じ扱いで他のの全ての乗客が乗った後に俺が一番最後に乗らなきゃいけなくてそれが一番恥ずかしかった <laughs> 本当にあからさまみたいな彼は何かしたなみたいな目で見られるわけ恥ずかしいなみたいなごめんねみたいなえそっから戻れてないんだじゃあアメリカ そんなことはないですか。試してない。あ、そうだよな。試してしっかり。ま、ブラックリスト乗ってる可能性もあるですからね。だからなんか最低でも五年って噂聞いて、ちょうど五年経ったから、まあお金貯まったらまた行ってみようかな。うん。っすね。ま、で次は違う空港で。違う空港で、L.A. じゃなくてね、L.A.X. じゃなくて違う空港。サンフランとか。サンフランとか。あ、そうっすね。うわ、そんなバックストリーがあったんだ。バカですね。 いや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 まあ最初わかんないですよ最初ですもんねそれも,もう一番最初もう海外も何にも行ったことない一番最初そうか皆さん気をつけてください観光ビザの時に仕事してるって絶対行っちゃいけないんです観光ビザで行くんだったら観光しに行きましたって適当に行ってけば大丈夫なんで例えばホームパーティーでお金なくて、うんはい、10人20人の前だとしてもライブするパフォーマンスするみたいなことは言っちゃダメ行っちゃダメ本当にダメですね気をつけてくださいイミグリムチ厳しいんでアメリカははいそっかちょ次もう一回ちょっと これとはもしかしたら違う話になるかもしれないんですけど、違う話なんですけど、毎晩、で、デパス1シート、あとロヒが2乗、今、覚えば以上。これは、まあその次もあるんですけど、心配そうな、これちょっと中国読めないんですけど。あ、終わりだとはい。えっと、とりあえず、心配するのもう大丈夫。えねどれぐらいか。2000。 18年ぐらいからずっとその睡眠薬めちゃくちゃ飲んでて最初はなんかなんだっけなあのインドのインドの睡眠薬があってハイプロンって名前のそれをなんかふざけて飲んでたんですよふざけて飲むと記憶飛ぶからああそういうことなんかそういう遊びで始めてでい時その真剣に 夜寝れなないいいのまずいんじゃないかと思もう高校生ぐらいから結構寝つき悪いし、はい、なんだろう眠れなかったらその2時3時まで余裕で行っちゃうみたいな生活だったからいい加減もうちょっと大人になって、はい、からもこれだとまずいから治したいなと思ったのがきっかけでなんかふざけて飲むとかじゃなくて、はい、そのなんだろう真剣にそのお医者さんに行って処方してもらうみたいなことを始めたらすごくどんどん量が増えてって、はい。 最初は軽い安定剤とかだけだったのが、なんだろう、デパスって言ってるのは安定剤なんですよ。うん、あデパスが安定剤なんだ。そう、はい、ちっちゃいやつで。で、まあ、なんだろう、普通だったらその朝、昼、晩で1個ずつみたいな感じ。うんうん、で、ワンシートっていうのは12畳あって、ありえないんで、<laughs> 普通に、1日に、それ12個食ってるってのは。 ありえないデパス1シート、おお、そういうことか、12錠毎日飲んでどうか、12とか、それだけじゃなくて、それは安定剤だから、それと別に睡眠薬も処方されていて、そうういことそれがフルニトラゼパムっていう、要するにロヒ、でも、ロヒプノールっていう睡眠薬は、レイプドラッグにもなりうる、そうなんだ水に溶けやすいから。 から名前が変わって、はい、あとそのさらに薬に顔料色もついて水色の混ぜられたら分かるようにはい、はい、でそれがフルニトラゼパム、はい、これがマジでクソヤバい <laughs> 記憶もないし足とかもグニャグニャになるしマジでヤバい薬ででもそれをなんかヤバい時は寝る前に二錠、はい、2>, 2錠とかでまあ 10時11時ぐらいからなんか30分おきぐらいにデパス23錠こうポンポン飲んでってそうすると1時2時ぐらいにはもうなんか完か体になるから、はい、でそこで完成体になったところでロヒで落とすみたいなフルニットラゼパム、うん、一番重い爆弾みたいな睡眠薬、うん、ドンドンって飲んで,でそうすると6時間ぐらい意識がなくなってまあ寝てるんですけど、まあ、寝てるっていうより意識が飛んでる状態。 でまあ、3時ぐらいに寝て、まあ、9時前後目を覚ます目を覚ますっていうか本当にもう覚醒状態なだけその薬の効果切れただけっていう生活が1年半以上続いた時にもうなんか結構限界が来てなんか制作とかなんかワンマンの準備とか,、うん、なんか何もかもが重なった時があっうんない。 その睡眠薬がないと不安で寝れない涙も出るみたいな2時3時ぐらいどころかもう4時5時6時まで行くみたいな日はもうのぼ明るいのに外はもう全然明るくて8時9時になっても寝れないみたいな8時9時になったら朝早い友達とか起きてるからでちょっと電話してでそいつの声聞きながらなんか自然と寝てたみたいなそんな日もあったりして何だろうな やべえからやべえなと思ってでもどうしたらいいか分かんないでももうダメだ、うん、1> 次1錠でも飲んだらまた同じになるから、はい、やめようと思ってはい、はい、やめようと思ってもう飲まないと思ってうん、うん、から今2年半以上経って、うん、やっとなんか自然に眠いなーとか、うん、あとあーよく寝たって。 とか寝過ぎちゃったもあるし、うん、あ今日早く起きれたなとかもあるしやっと普通に戻った 2>,、うん、マジか2年半経って。セミ薬飲みまくってた間もちろんその記憶ないし記憶ないってどういうことかっつうとその脳みその一部分が動いてない麻痺してるってどういうことかっていうと攻撃的になる短絡的になる考えない。自分のわがままだけ えっと人の気持ちとか分かんないしうん、うん、で麻痺してるからその1秒前の出来事忘れてでまた次の攻撃する対象とか何か興味が移ってっていうなんか最悪な状態、うん、それが毎晩あるでまた毎晩記憶をなくす朝になったら次何が次の前の晩何があったか次の朝に全く覚えてないっていうのがもう嫌で <laughs> もうもしあの なんだろうなこれ見てる人で睡眠薬飲んでる人いたら、うん、やめたいんだったらもう今日飲まないほうがいい。うんうん、で別にその夜とかも寝れるとかそういう問題はないけど遊びでちょっと民財が今ポッケの中にあるやつとかいたらうん、うん、お前それ捨てろ何、うん、にもいいことないマジで。 多分 HHCH よりいいことない <laughs> <laughs> まあ個人的な意見なだけど本当にあの結構抜くのに時間が俺2年半かかったからなまああのみんなに同じ思いはあんまりしてほしくねえなうん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 そういう気持ちがあるすなるほどっすね,、まああのー、んんねうんなるほどっすねまあ まあこういう多分いろんなあの思いとか経験について話してると思うんですけどミュージックビデオが結構なんていうんですかねストーリー仕立てというか結構なんか面白くて誰かの人生を見てる人ミー・ウみたいなそこのなんか世界観だったりとか何を表現したかったかみたいなのがちょっと聞けたらいいなとは思ってたんですけどなんかその歌詞の中に多分その渋谷パルコとか自分がその実際にバイトしてたところとかでまあファミリーとかそういう渋谷にある なんだろうな実際にあるそのお店とか地名が出てくるからディレクターの人がそこをこう拾ってくれて、うん、でまあちゃんと脚本というかスクリプトを書いてくれたんですけど一応その若き日の地名詐欺役っていうのでコーディー・リーってバンドのリキ君ギターのリキんっていうのが出てくれましてうん、うん。なんか 俳優とかの経験は一切ないらしいんだけれども、うん、なんかすっごい主演男優賞って感じ、はい、すまあなんか実際そのなんだろうな自分も他のビデオよりかはあんま出てなくて顔がそのはっきり映ってラップしてるってよりかはこう暗がりで。 こう明かりもなんかこうも,わーもやーっとしてる感じでやってるのは一応あれはなんかなんだろうな思い出というか精神世界じゃないけどなんか現実ではないとりあえずなそういうところの俺っていうイメージででまあ俺の思い出というか俺の実際にあったそういうことをもとに作った映像っていうのとこうクロスオーバーしていくっていう内容になってます。<ペー> ぜひチェックししてほしいっす曲もそうだけどあのビデオもすごいよくても、まあはい、ともとミュージックビデオとかやって,やってるんであ,あそうなんですねそうなんですよそこから始めてアメリカの時でもそうやって今もやってるんですけど <laughs> そうだからすごい気になってました <laughs> ありがとうございます <laughs>、はい、なるほどですねえちなみに、まあ、そのそのあの あのアルバムでいうと結構今回のっていうか「ゴールデンウィナーシュポッドキャスト」にも出てきてくれてる、まあ、テイ・ダストだったりとか、うん、ボンベロリミックスあとはスパーダーだったりとか <laughs> 結構その若手の、はい、東京の若手と結構コラボしてる曲が結構多いんですけど、はい、なんかあれですかライブもいたじゃないですかダボダボでそうですねエリア81エリア81、うん、行かしていただいてで結構そのやばいやついっぱい来てるみたいな話をされてたんですけど。 なんかそこに関してはやっぱその経緯だったりとか,なんかどういう風に彼らを見つけていったとかどんな感じの制作だったかみたいな結構聞けたらなと思ってたんですけどあっとボンベロ君もテイドダスト君も基本的に多分俺が連絡したんだよな存在自体は知ってて2人とも共通の知り合いがいるんで、はいはいあ。そういういことか でまあその人の共通の知り合いのスタジオでなんかこういうラッパーがいるんだよって聞かせてもらっておおってもうだから存在もラップも知っててただえっとそのね今年の4月5月まあ春ぐらいに連絡始めて取ったんですけど俺今年32になるっていうかまあその全32のなる三十 代迎えたばっかの男まあ40代迎えたばっかとか50代でも一緒かもしれないけどなんか変なプライドがあってなんかその彼らは俺のラップすごく聴いて育ってくれてでまあ今はもう俺なんかよりも全然こう活発で人気もあってもう第一線で活躍している人たちっていうに俺がその神戸を垂れてお願いしますっていうのは実は最初は。 なんかプライドが邪魔して、<ほう S 2> もっと早くそうしたら楽しいし、なんかいろんな俺も新しい発見とかあるってやれば良かったのに分かってたのに、なんか変なプライドがあってできなかったんですよね。ああそうなんだ。なんか今年はまあボンベロくん、タデくんだけじゃなくてスパーラくんとか、まあルナくんもめちゃくちゃ年は近いんだけどでも1個一個か2個か下なはず。 そういうい年が下の世代の人たちの力を借りた理由はやっぱりその自分に足りりないものを取り入れたかんだろう努力だけじゃ補えないところってどうしても出てきて <うん S 2> やっぱヒップホップって。 二十歳のフレッシュなラッパーの曲の方がやっぱみんな聴きたいんですよベテランの曲よりも。まあそういう価値観のある音楽だしそのフレッシュの価値観もどんどん変わっていくし流れが速いからか、うんうん、あ俺がその流れが速い中で生み出し続けるよりもそういうそこで活躍している若い人に影響を与えた側の人間になったステージが変わったって。うんうん 言い方を変えるとおじさんになったっていうのが生々しく理解できてだからやっぱそのプライドが邪魔したっつうのは恥ずかしかったのかな,なんかでも結果的にはなんだろうもうほんとすごくてボンベロくんとかも1週間とかそれぐらいでもうすぐデータ返してくれてクラフティキットも。 まあ2日ぐらいで <laughs>「ルナロイヤル」も2日ぐらいでマジでもうこの量書いたの2日ねみたいな一昨日の夜だよ DM したのみたいとか本当にすごかった逆にスパーダ君は締め切りの日まあこんぐらいまでにあのデータ欲しいんですよねこういうビートでー伝えて したら彼は彼でその締め切りをまでギリギリを使って最大のクオリティをもうもう一回やり直しますみたいなことを言ってたしなんか最大のクオリティをそのギリギリまで高めてきたへえか,か基本的に全部自分で俺が直接まあメッセージ送ったりとかでお願いしたりとかしてる。 基本的には全員自分が個人的に仲良くなろうとしたというか個人的につながった人たちで、うん、でまあそれぞれみんなんだろう住人トイろやり方とか進め方とかバ、うん、イブス、うん、それぞれの色があって本当に勉強になったマジで、えー、表面的なうまさとかはんはん表面的な経験だけじゃないやっぱりと思ったっすね。 なるほどですねいいろいろ勉強ななりましたすげえななかなかでもそれできる OG みたいな OG みたいな立場みたいなあるじゃないですかもうずっと長いしレジェンド感がすごいからでもそれって言うとう <ん S 2> やっぱその本物の OG であり本物のレジェンドっていうのは俺の中では椎田さんで椎田さんはい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 ,はいそ俺がラップで生活できるようになったいくつかのきっかけの中には <うん S 2> その椎田さんが出してるコンピレーションアルバム「<うん S 2> コンクリート・グリーン」ってのもあって。 でまあ「ルナロイヤル」くんとかは遡ったらその同じコンクリートグリーンに入っててあそうなんだそうなんですよ、えー、でまあ当時まだ「デュードって名前で活動してた龍鯉石田くんと一緒に曲入ってたはずです<ー>はおいはい,い。はあそうなんだ,<ー>だまあ今回初めてコンタクト取る人も多かったけどただみんな文脈が 全く無関係の人間ってわけじゃないうん、うん、って感じですなるほどですねすげ、うん、えなやっぱ「桜庭」は俺結構めちゃくちゃめちゃくちゃあの聞かせていただいてるんですけどいやかっこいいっすあれっすかあのー、今日もザラなんですかね <laughs> それは聞こうかなと思って,て急ではあれですけどこれザラあザラだいやもうこれもザラザラお 靴はね今日はアグのスニーカーででこのベルトはナイキナイキだナイキですじゃらじゃらはつけてないですかあ一個だけ一個だけだ一個だけつけてるじゃ超じゃらじゃらではないなんかそのアイスイチェーンではないアイスイチェーンではない。そっかえ、あれあれはどういうなんか気持ち書えたとかあるんですか桜庭を書いた桜庭はでもなんだろうその 新しいアルバムをリリースする直前のラッパーってものすごいもうあなんつうんですか生理前の女性みたいな感じなんで <laughs> 触んないほうがいいみたいな <laughs>、うん、それぐらいこうささくれだっていらだってさっきだってるんですよねフラストレーションがあるし、はい、次のアルバムでなんか変えたいみたいな気持ちももちろんあるからそうですよね 自然と前のアルバムから時間が経てば経つほどイライラしてるし言葉も尖ってくしそれが桜場でなるほどですね確かに道攻劇やもんな何か誰だっけな,なんか言われたのがその32歳っていうのはクソガキ相手にマウント取るとか言ってもギリギリオッケーなライン42歳の人間がクソガキ相手にマウント取るって言ってたらやばいし 22歳でクソガキ相手マウント取るって言ってたらそいつもちょっとやばそうだな三 <laughs> 32歳ギリギリオッケーここしかない誰かに言われてああみたいな <laughs> なるほどねちなみにそのアイザック君が桜庭とかき ここ何なのみたいなこ,のここの意味はとかこの背景はとか気になるとかあるっすかでも普通に俺結構そのレファレンスというスポーツ選手が結構出てきてて俺分かんなかったからあそれはちょっと調べったりとかそう群裕が多ファーガソンとか、はい、うんと桜庭和志はいはいはいああガヌー<ル>そうガヌーカメルーン人じゃないですかカメルーンのそう俺はカメルハーフなんですよ スポッポフランシス・エンガルーンは UFC の,あのヘビー級チャンピオンだった男で最近だと,、えー、と、誰だっけど忘れしたあのボクシングの超有名な人と戦った、えー、となんだっけあの人ーータ,イーータイソン・<う>ソンフューリータイソン・フューリータイソン・なんたらフューリー はい、ボクシングマッチしただったりまあ格闘家好きだから桜庭自体格闘技の,その総合格闘技のプライドっていう団体で有名だったその桜庭和さんの名前を使ってまあそのなんだろう総合格闘技ってこう寝技あるじゃないですか。 でなんかただこうぶん殴ったり蹴ったりして相手が倒れても終わりじゃなくてその馬乗りになって殴り続けてやっと止めるみたいな,でなんか俺も俺で知識とか経験で他人を圧倒してもうそれでもやめなくて馬乗りになって正論正論マウントでボコボコにしてみたいなその,だそのマウントの取り方がまるで桜庭みたいなだから決して桜庭さんがクソガキ相手にマウントを取ってるんじゃなくて そこですね。クソガキ相手マウント取る俺がまるで桜庭ってことなんで桜庭さんは何も悪くないのでそのだけご理解お願いしますそうですねでも普通に俺毎回あ待って場じゃなくザスタバとかも分かんないしああこれはなんかあの「ゴースト・イン・ダ・シェよってうーはいはいアニメだアニメですよね。あれ九十五年に公開された映画が ありましてアニメのうん、うん、でその中のセリフでなんか、あのーまあ、登場人物同士の会話があって「うん、そんな銃じゃダメだから」はいあの「お前とくペア組んでる私が危ないからそんな銃じゃなくてこっちの銘柄の銃にしなさい」っていうのがあって「待てば」っていうんじゃなくて「ザ、はいはい、スタバ」っていう銘柄の銃使いなさいよっていうシーンがあってスああそういうことなんだ。<laughs> そうっすねえだからそっかだからインドチャカとかの次なんだでもね正直インドチャカって言葉を思いついた時クソだせえなと思ってます自分で何がインドチャカだよと思ってでも思ってインドチャカとか言ってマジ中学生みたいだなと思ったからだからそのアニメのこととかも付け加えてさらに中学生度を増しってそれがさかのそういうことして。えでもそれで言うと結構アニメとかは結構見るんですか <うん S 1> 今も 何書いてたんですか <laughs> リロード装填したインあまあ俺俺あまあクソが崩壊したキャラとかもあるんだけどえっとその物申すのめんどいどいつもこいつも主議主長ばっか脂っこいジャーラグジャージーこれはなんかあのなんだっけなジェチキンって名前のチキンハンバーガー屋さんがありましてうま、はい、い,いんですけどうん、うん、なんかチキンツイスターとかもあってはい 結構 KFC よりもちょっとオイリーで何てうん、うん、なんかな,な,うな <laughs>、まあ、とにかく結構ジャンクなチキンが、はい、それぐらい脂っこいみんな、はい、今は主義主張ばっかりの世の中だなみたいなもうだから自分が意見を何かするとそれ意見をしただけでもう矢面に立つとと同,時同意義っか。はいはい うん、もうみんながみんなの意見があってそれを押し付け合ってるのが脂っこくてだるいって意味でその中国のフランチャイズのチキンレストランのチャ,なな <laughs> ジャーラクチャーチっていう <laughs> えチャラチャーチところがどっこい蚊帳、はい、の外耳をつんざく、うん、負け犬どもの遠吠え、はいはい、耳をつんざく ん急に遠くからなんか、はい、女の人の悲鳴とか、はい、なんかその誰かの断末魔とかうわーみたいに聞こえてきて「はいはい、なんだ?うん」ってびっくりした時まあそういうふうな驚いた時驚くようなでけえ音が鳴った時、うん、耳をつんざくなんだろうなでもそのつんざいたものが「負け犬の遠吠え」 っていう、ね、要するに自己主張みんなしてるけど結局負け犬の遠吠えだようるせえよっていうことです、ね、ああそういうことかまとめるとねうるさいなはははいいいって人生はクソゲー、はいえー、分かりみある分かりますってそれはまるでコンボイ、うん、あのトランスフォーマーコンボイなんたらかんたらみたいな昔のファミコンのゲームがあってまああれっすよあの普通のトランスフォーマーうん、うん がまあファミコンのゲームなんですよねこう左から右にこうチュンチュンチュンっていって進行するんですけど BGM がね,あのね14秒ぐらいしかないんですよねそれがループし続けるその1種類しかないボスもないただそれだけずーっとただそれだけが続いていくおまけにクソ難しいみたいなボスあったっけなまあとりあえず YouTube で検索してみてくださいもうクソつまんないクソしょうもないもうクソみたいなゲームがあって。 トランスフォーマーそれが人生と同じようですねなるほどかはいなるほどですねすげえな確かにその後がでっけえ釣り橋ジェンダーああでっけえ釣り針ジェンダーの吊り針ジェンダーのもうねなんかねみんなで議論は勝手にしてくださいよってみんなの意見があっていいじゃないですかはいはいはい みんな自分と同じ意見にしたすぎなのよまあでもそれは確かに多いですよね、うん、自分の意見があればいいじゃないですかはっきり、うんうん、まあそうですねだからそういう議論は聞きたくないので、はい、あの中国のタバコ吸って僕は聞,か聞こえないふりをしますうう中華は <laughs> 中華っていうタバコはいあ中華ってタバコなんだタバコっすへえー、あのチュンファっていうんか赤ジャケットに、うん、そチュンファの文字だっけ金色のえー ななんんかかよくわいバックに何か上海タワーみたいな <laughs> それが印刷してある超かっこいいタバコあって、えー、でそれ吸って中華ワンカートン、はい、プッシーラッパー口に詰めるタンポン、うん、これは俺の物語 <laughs> えい、ー、そうだろアーロンじゃあここもラップしてもらってもいいっすか <laughs> <laughs> いいっすかいいっすかみんな聞きたいと思うこれはえっと モノモースのめんどい。ドイツもこいつも周期、出張、ばっか、あぶらっこい。ジャーラグジャージい。ところがどっこい。カヤの外。耳をつんざく、負けぬどもの遠ーボイ。人生はくそげ。わかりみあるまるでそれはコンボイ。デッケーツリー。バリー、ジェンダーロン。聞こえないフリーで吸うタバコチュー中華、ワンカートン。プッシー、フラッパー。口に詰めるタンポン。これは俺の物語。えい、そうだろ、アーロン。 いやばい、ちょっと待って、俺好きなとこあるんですよ。め <はい S 1> っちゃ早いとこ。めっちゃ速い。ここかなリリクスの方に、ここか。人。人人ここだよね。 ここでねめちゃくちゃ早いとこだだだだ。拙者患者忍者イチノゼーシャリースモットフッテ触者ラッパースーパーミーア,ミ,アミーゴーッザッコザッコマット変わりナーラシトッケギーロリーバンセースまなん何だっけ <laughs> リーバンセースからの速攻ジメサギーはヒートのヒーローエイ みんなで仲よくやってるさ、素材、血抜けた塩、バイバイ。飛沫ぶして爆、バックサインのぞきゃ、ゲスセ、ワはダイ。空に困り、著名人、筆跡、真似て、ウリさバックサイン。うん。 <laughs> どの辺、どの辺にそのフォーってなる。いや、もう、もう、多分ね、あの、正直。<はい S 1> あの、単語は見ないと分かんないけど。<laughs> なんか、その落とし方がやばいんですよね。ああ、フロー。フローと落とし方と、やっぱ、その。うん、なんていうんですか、ね、一文の。うん、あの、一文でいくんじゃなくて、二文とかになってるんだけど、落とし方がこう、むちゃくちゃ綺麗じゃないですか。ああ<ー>。だかそこが俺的にはむちゃくちゃ上がるんです。その。 リズムにすべてを捧げたぐちゃぐちゃになった文章をに感動してるので <laughs> <ほ>音が音がってことですよね <laughs> 音にすべてを捧げてるから文章で見るとなんかちょっとちぐはぐにこ,うここで終わって次すぐ次の話題に行たりしてでもそこはやっぱ音楽で聴くものなんでんまあラップらしさかなれそうですねマイクの代わり鳴らしとけ議論自分的に一番好きで <laughs> はいはいはい、はい 全然ギロぐらいだったら君もできるんじゃないのみたいな<の>そういう皮肉でまあヒートのヒーローって、はい、あのマイアミヒートにいるタイラー・ヒーローっていうポイントガードシューティングガードだっけまあとにガードの彼がね、はい、いやなんかね俺何のハイライトだっけなあれ去年のハイライトとかで、ねはい、20リバウンドぐらいあいつが通る試合見て。<laughs> 頭おかしいなこいつ思ってこれぐらいリバウンド取れたら気持ちいいだろうなと思って <laughs> <laughs> そういうことかいやー結構やっぱいろんなところからインスピレーションを受けてるんですよね曲覚的ね。最近になって で興味を持ったのは NBA でそこは格闘技とか前々から好きだったけど自分が新しく興味を持ったものもちゃんとその歌詞に入れてみたりとかなとかゴートでやったのはあんまりそのなんかラップっぽくないというかもう本当に正直な自分の気持ち書いた文章みたいになってるのとかもっとちゃんと。 を踏んでたりとかなんかアルバムの曲ごとになんか違う作詞を実は試してるんですよね、うん、あそうなんだ意外と。なるほどですねえ。ちなみになんですけど、はい、なんかあの,ー、そ,のそれはもう毎回その曲で決めるんですかビートで決めるなどういう感じ書き方こういうの書きたいからこういうビートとかそういう感じなんですかえっとでも一応なんかメモ帳みたいなのがあって、はい、日々 1>, なんか1日2行ずつぐらいこう書いているメモとかを見ながら自分で作ったビートとか流しながらそのメモをちょっとフローしてみてとかの時もあるしまあなんかなんだろうもう完全にビート聴いて降りてきたわみたいなそういうのもあるしまあまちまちっすねでもなんかあんまりその文字だけが書き上がっててビートだけを探すみたいな状態はないですね。 進行していくじゃないとなんか書けなくてなるほどちなみにこのアルバムの中で一番好きな曲とかですか個人的に気に入ってる曲と気に入ってるバースああでも「イシーっていう一曲目は自分で気に入ってるっすねなるほどですねそのビートも納得いくものできたしんかまあ US ドリルでもなきゃ UK ドリルでもないちゃんとその 東京っぽいドリルちゃんと作れたんじゃないかなってんこの中で一番好きな場所とかあるっすかとか <laughs> いやここもやろうかこれはやかったなああそうだなジュエリーなんてないけどあ <noise> left you frozen アイスはいはいそ,あ <noise> そこ気になってたっす、はい、What do you mean by that? ああんていうのかなジュエリーってやっぱ みんな欲しいし絶対ラッパーだったらつけてるし「イ c c h a i n っていうか「ブリンブリン」っていうのが文化の一つでラッパーがお金持ったら絶対もう車もしくは宝石絶対セット <laughs> 絶対これみんな思ってるはいはいはい確かにだけど君ラッパー始めた時どんな気持ちだった、うん、人と違くてもいいじゃねえか俺はこれが好きなんだって思ってなかった <laughs> 確かに <laughs> そうあのー、まあ念のためもうちょい補足すると、はい、ん普通の友達他の友達みたいに就職活動してスーツ着て会社行く人生なんて俺は嫌だぜ、うん、俺は俺の着たいもん着て俺は俺の好きな音楽ラップしてお金稼ぐぜ <laughs> 俺の好きな友達とっていうメンタルだったでしょあなたも最初は確かに確か確かに宝石買えるのもすげえし、うん、キラキラしてかっけえけど それが全てじゃないしそれが目標じゃないんだ、うん、本当に本当に最初に,に最初にいた友達最初に会った気持ちが一番大事だから、うん、だし俺自身はそう信じてるからそれを実行してるうん、うん、だけどどうだ他のやつと同じように俺は宝石つけてるわけじゃないけど、うん、でも輝いてるでしょうん、うん、宝石の宝石をつけてるように ゴージャスに見えるし、うん、かっこいいだろって「i c h a n ないけど「うん、I left you frozen like Elsa」みたいなだからうんそういう意味ですウェーやばヤバイポーポーポーこれめっちゃ深いと思っててそれすごい、まあ、それもそうだと思うんですけど俺がめちゃくちゃ感じた部分というのが今言ってて要はその最初はみんなと違うことをやりたいって思ってたはずなのに売れてきたらみんな同じようになっていくみたいなそれってなんかその まあこれって難しくて売れ続けるっていうのが一番難しい売れるのは意外と売れるチャンスはあって売れ続けるためにはなんか他人と同じことをしなきゃいけない瞬間もまああってなんかそれも分かるけどせっかくだからまあ他人と違う生き方でいいじゃないかっていう気持ちで。 こういう音楽に逃げ場求めて来てくれてる人たちがあよかった大人になってもその気持ちまだあるままで暮らしていけるんだなって思ってくれたら、うん、まあ何より。すげえな。 なるほどそうすちょっと買いすぎてもうなんか分かんないなってきたっす。まあでもこのすげえだ「I Left You Frozen <だ> Like Elsa、ね」っていうのは、うん、あのそれこそ総合格闘技のアレックス・ペレイラっていう最近 UFC のライトヘビー級のチャンピオンになったやつのなんか名言でライバルだったイスラエル・アルザニアってやつと戦うときに「うん、I Left You Frozen Like Elsa」って。 言ったうあそうなんだそへえま、ー、あまあなんか超超 MMA っていうか総合格闘技好きな人だったら分かるかもしれないへえー、なるほど結構じゃあそうか総合格闘技とかのレファニスも結構入ってるですねさっきからもそうだけどこれもそうだしまああと IC は一番もうトラック1だから、ね、まあ昔話だったりうん、うん、う自分がどういう どういう楽きだったかというういうそういう説明をしてるかな一応ああなるほどですねそういうことか、うん、すげえないやでもこれはもうあの聞いてくださいとりあえずみんなそうなんだ、ね、い聞いてほしいなマジで、うん、マジクラウスこれは2年ぶりだしっていうのもあるしいやでもね何年ぶりか実は分かってなくて、うん、あ,あ自分で分かってない2021年に出したのは EP3 個はい、はい でもアルバムじゃない、うんえっと、2020年にはまた EP2 つ出してる、はい、まあアルバムじゃない、はいえー、2018は「八はスウィートウィリアムとアルバム出して、うん、でもそれは自分ソロじゃなくてコラボ作品だから、はい、2017年、まあ、アルバム出したけど「It と」とそ,それもコラボアルバムで、うん、本当にソロで出したのは2016年の早い。 って曲が入った<ー>でもそれも EP だからアルバムって呼び方だと実は8年ぶりに<ー> <laughs> なるんだわはい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 でその8年前のアルバムって何かっつうとその多分ボンベロ君とかが聴いてた「締め先」っていうアルバムになるへんですよね。 なんだろうなまあコラボレーション作品とかが結構バズってくれてうん、うん、でまあ順調にその音楽できてたっていうのでもあるし何、うん、だろうなまああと長い間やっぱソロ作品ないとやっぱ作りたいなってうん、うん、もちろん思う,うん、うん、でも例えば何か代表するソロ作品ができたらそれの収,収入と。はい なんだろうなまあ話題というかこういうイメージというか出来上がって一つキャラが出来上がってそれで仕事いただけるから確かにそれでまあ進行していくわけだけどでもまあ何年か経ってそのキャラが飽きられて仕事がなくなり始めた時に気づくわけあやべ次のもん作んないとみたいなそれが俺にとってはこの8年間の。 2023年になって8年後はまあ気づいたみたいな感じですなるほどですねまあちょっとこのもう一個俺的に気になってたところって個人的にも気になってるんですけどインデペンデントレーベル5つ、はい、インデペンデント5つ、これが正式名称ですねインデペンデント5つ。ゴーハナツまあそうですね、はい、一応屋号、えっと、は58なんですけどあそういうことか、うん、はいまああって、はい、でも別にレーベルではないないんだ、うんなんか のかな俺はレーベルアレルギーが本当はあって <laughs> <laughs> そうなんだレーベルアレルギーがあるんだいやだって何もしてないやつが金もらうの納得いかないからそうですよね <laughs> 確かにうんほんにもう本当にそれに尽きるんだけどうんうん <laughs> 何だろうなでも何か何もしてない場合はムカつくけど何んんかしてる場合も全然いくらでもあってうんうん本んにそのレーベル会社チームとかあり方が めちゃくちゃさまざまで俺の場合はまあとりあえずそのあの税金を払わないといけないからみんなだその税金を払うために自分のそのなんていうのかな屋号っていうその事業の名前が必要です僕はこれでお金稼いで,でまあこれで税金を払っていますよっていうまあその大人としての仕事のタイトルが必要だったんでまあそれで号を放つっていうのはまあつけましたけど でもその例えば早い一緒に作ったダビーメープル彼もゴーハナつってチームにはいるんですけど、はい、でも別にその会社員として一緒にいるわけじゃなくてうん、うん、本当に一緒に音楽を作って好きなように作ってリリースしたいっていうその最初の気持ちを崩したくなかったからだから会社は一緒にはやらなくて俺今まで一切やったことないのが。はい 友達と会社を作るとか友達と何かを借りるとか友達と家賃を折半して何か事務所を持つとかは一切したことなくて絶対仲悪くなると思ったから絶対だから自分が良くても自分が悪くても全部自分に返ってくる方がいいなと思ってでまあ個人事業主税金をきちんと確定申告して払いますっていう。 その最低限の人としての営みのためにあるもので、はい、あんまり深い意味は実はないんですな,あないんだ。だし、なんか、まあみんなこのゴールデンラッシュポッドキャスト来たゲストの人とかも、うん、多分まあいろいろだと思ういいなんか多分まあしっかりマネージャーいる人とかはまあいる。結構多いですね。半分ぐらいとか,か半分もいねえか。半分。 いやでも半分いないかでも半分弱ぐらいかなでもなんかそれこそ,その最初取った時はいなかったけど、うん、今いる人も結構いるし例えばはいその1人2人じゃなくてやっぱまあみんなある程度仕事ちゃんとしてる人はいるんですかねそうですね、まあ、でもでもやっぱインディペンドンでやってるって<ー>マネージャーとか結構でも大体いるっすね、うん、友達なのかとか<ー>っていうのもあるかもしれないし会社としちゃってるって人それぞれだと思うんですけど、はい、はいって感じかもしれないですなんだろうゲストは インディペンデントの定義がよく分かってなくて俺は確かになんかあの何だろうなもう CD じゃなくてチューンコアとかを通じてストリーミングに音源を載せることが誰でも個人でできるからだからチューンコアに全部任しておけば確かにもうきちんと計算したそのなんか何もかも表で見れてレポートが見れてそれで分配も正しくやってくれてうん でま、もちろん手数料とかは取っているけれど、うん、まあそんな別に法外な値段じゃないし、うん、それってでもやってることレーベルと同じようなことやっててレーベルよりも良心的な設計なんじゃね確かにってことで多分利用者が増えてて、うん、なんでレーベル音楽の会社っていうものが音楽を破壊するみたいなことを、うん、極端にそういうこと言う人もいるかっていうと。 なんか最初に俺が言ったようにその何もしてない人が多いから、うん、そのアーティストのアイデアとかこの個人が作ったアイデアだったり素晴らしい曲がその間に関わる人が多すぎて薄まってしまう魅力が薄まる関わる人が多すぎてそのお金がその最初よりもすごく少なくなるとかでもそのなんかやっぱり俺ずっと一人でやって。 ってんですよおそうなんだ1回も入ったことないんですかレーベルとかマネージャー外部で雇うとか自分専属のマネジメントというのは1回もなくて12、はいはい、年だけそのああれはねあのコーヒーの保温が切れた時の <laughs> コーヒーの保温が切れました <laughs> 切れたやつですいませんすいませんこっからはぬるいです <laughs> 今、12年ぐらいマネジメントそそううでもそれも全国各地のイベンターの人とつなげてくれて「そうういことジンベエザキライブこの間アルバムリリースしたでしょライブ欲しくない?」みたいなここのイベンターさんが呼びたいって言ってるんだけど紹介しようかみたいな人がいてくれてでもそれもその人は俺だけにやってたわけじゃなくて同時に何人か面倒を見てたで別にじゃあ専属じゃないよねそうっら そのイベンターさんに連絡したりとかメディアにこういうアルバムができましたよっていう資料を投げたりとか,、うん、とか実際にこうやってそのアイザックにメールをしたりとかボンベロ君テイラス君みたいないけてる若手と曲作りたいスパーラ君とかもじゃあどうしたいかって自分で連絡するっていう,もうだって自分が曲作りたいから自分の曲に誘いたいから自分で連絡するだけっていう。 だから1人な何だろうなでもレーベルの場合はそれを人がねちゃんとそのめ正しいメールの打ち方とか知ってる礼儀分かってる大人の人がやってくれたりとかであとは会計の知識がある人がそのこの楽曲にはじゃあそのビートがいくらでスタジオ代がじゃあ何回セッションに入ったらいくらぐらいでエンジニア代がとか言って「はいこれぐらいですね」とかまとめてくれたりとか。 で自分1人だったら1人でこの曲のじゃあ誰を客演に呼んで客演の誰にギャラ払ってとかビデオは誰に頼む、うん、機材は何を借りたいからいくら必要で、うん、ってなるとこういうスタジオを借りないといけない、うん、あメディアに資料も送ってこことここに資料を送ったらインタビューを組んでくれるとに 資料送ったらなんか全然あんまり見てくれないけどただ自分の好きなように文章をいじれるとかメディアごとに届,い届く人たちにも違いがあるし確かにで戻って曲の話でこう自分はこれをライブでもやんなきゃいけないから覚えないといけないしとかうん、うん、で DJ にそうだライブ用のビートを送らないとあライブ用のビートがそもそもないから作んなきゃとかもう1曲だけでも死ぬほど考えることだあって確かにレーベルっていうのは本来はそういう作る以外の プロモーションとかそういうことの周辺を面倒見てくれるうんうんアーティストは曲作りに専念,専念できるようにそれ以外のことを面倒見てくれる場所だと本当は思っててうんうん、うん、そうですよねね。本当はねでもなんかそのまあいろいろあるから <laughs> そうですね、まあ、お金が絡んでくるとねお金が絡むといろいろあるしなんかそのなんだろうな例えばうこう印象がよくない 逮捕されたら印象が良くないから仕事はあげられませんとかももちろんあるしなんか別にその逮捕歴がなくても単純にそのブランドイメージと合わないから仕事がもらえないとかもいくらでもあるしだけど明らかにブランドイメージが合ってなくてもそのレコード会社さんと例えば何かしらのそのまあなんかのブランドか知らないけど会社さんがね懇意にしてたら。 そちらのじゃアーティストさんに CM ソングお願いしますとかももちろんあると思うしアーティスト一人だけの力じゃ届かない場所に連れてってくれるのがレーベルであり広げる力を持っていてそのための会社音楽シーンを作るための会社、うん、はい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 って感じだレーベルはかな分かんないけどどうなんだろう,うん, <laughs> なんかえでも声かけられたことあるですよ絶対レーベルとかあそうえっとねこれがないのよ えない,んすかないないない本音は待ってたのなんかシンデレラストーリーっぽいじゃないですかああまあまあまあそうですねサインしてそうビッグ・ドリームみたいなラップ・ドリームつかんだみたいなそうラッパーズ・ドリームあるからラッパーズ・ドリームあるですね全然有名じゃなかった人が、うん、その天才プロデューサーの手によって一気に着目されてみたいな、うん、その誰もが憧れるシンデレラストーリーがあるじゃない <laughs> うん、うん、でも俺は全くそういうのがなくてなんでこんなにみんな声かけてくんねえのかなってずっと思ってたラップしてる15年間そうな <laughs> 寂しいぜ <laughs> いやでも自分から送る人もいるっすからねあもちろんもちろん自分からそう送るのが大事だって思ったいろいろ待ってても来ないし、うん、なんかその同じようなことをすっごい若い時言ってて、うん、なんでみんな誰もインタビューとか組んでくれないし、うん、誰もその興味持ってくれない誰もその なんかメディアが着目してくれないのはおかしい,みたいなメディアはイケてるアーティストを紹介するのが仕事だろうみたいな俺はイケてるアルバムを世の中に出してるラッパーだみたいな,なんでメディアが来ないおかしいみたいな考え方だった時が俺はあって死ぬほど昔にでも大人がある大人がうんそれはおかしいよちゃんと資料を送らないと向こうもわからないよって 言ってくれてまあそうなんですよね自分でアプローチする力も同時に必要そうですね確かに確かにそれめちゃくちゃ重要だと思うんですね自分にそんなに自信があるんだったら本当にだから送って分からせてあげないとね確かにこれでも結構インデペンデントアーティストとかは結構重要なのかもしれないですね自分で動いていくとかじゃあリーチアウトするとかやっぱそこはやっぱなんですかね意識してやんなきゃいけないから もし、ね、そういうのが欲しければやっぱりアプローチするっていうのはすごい大事かなとは思いますけどねうん、うん、俺もアイザック君に「ゴールデンラッシュポッドキャスト」にちゃんと自分で調べてメール送ったから本当に間に別に会社さんとかマネージャーとか入ってないから俺が出たいなと思って「どうでしょう?」っつって連絡したら実現したから,からそういうなんだろうそういうチャンスもあると思います、うん、いやこちらこそありがたいですよ いやオファーしても断とるかなって俺は思ってたし、正直 <まあ S 1> もうちょっと頑張れってなみたいな。<laughs> 上に思ってたところもあったっす俺の中ではでも,でもありがたい。です楽しいですとりあえずこれタン。おのですかうわうしい。この画面に。この画面,画面に。俺がいる。<laughs> <laughs> やばい。マジですかうわめちゃ,くちゃ嬉しい。<laughs> そっか、ちょっとこれからの動きというか、これからの人メ、はい、まあリリースされたばっかりなんで。 多分これは絶対まあみんなまずチェックまず全部アルバムちょっと聞いてください。はい。とりあえずド真んでも聞いてくださいドンジンン。聞いていただきたい。でもここからのな動きだったりとか多分じゃワンマンライブなんかわかんないですけどこういうのとかなんか考えてることとかありますか？えっとそのアルバムの中の曲で今リミックスを二つ二、はい、つリミックスを作ってて、<お>まあそれが、はいうん、来年とかに出せるといいなと思ってます。うん、リミックス誰が入ってる入るのか楽しみですねこれは。 多分、言わなくてもいいっすよ、全然。これなんかあのビープとか入れられるんですか。あ、全然入れる、それは。えっと。えおえ。おお。まあ、現状確定。うん、すげえ。これちょっと。まだ、出せないですけど。はい。後から、徹底的に、みんな多分。もうあ、す、この人も言ってたんだってなると思うんで。交渉中。おえー、あ、それやばいっすね。 実現したらいいいななってうるほどこれ映像上がるのいんすぐぐらいですマジすぐですマジすぐですじゃあまあそのみんな予想してくださいぜひ何の曲なのかそれで何のラッパーが誘われるのか結構でも熱いです若手もいつつ中堅もいるしこの人っていう結構ちょっといろいろいるんでこれは楽しみですねよろしくお願いしますということで まあ結構、多分あれかな、ラッシュポット史上最長のエピソードでなんだと思うんですけど、くそしゃべっや全然大丈夫ですよ、くそしって、全然、うわ、深い、これはもう、皆さん、本当にちゃんと見てほしいし、多分学べることがすごいあることだと思うんで、もう、メモ取りながら見てもいい、いろいろ喋りました。ぜひ皆さんね、見てもらって、飛ばさず見てね、飛ばさず、ぜひ見ていただけたらなと思います。えっと、トンンねぜひ聞いていただいててただ まああの下の方の概要欄にも貼っとくので皆さんそこから聞いてもらってミュージックでもねいくつか出てるのでそれもチェックしてもらっていろいろライブとかも多分あるあると思うんでねあのーソーシャルメディアよろしくお願いしますインスタグラムとかすべてチェックしてもらいたいなと思います下の概要欄の方から私の YouTube チャンネルやインスタグラムへ飛んでねぜひ皆さんチェックしてもらえたらと思いますということでまた次回お会いしましょうベースありがとうございます <laughs> <laughs>